トーマス・ J ・ワトソン・ジュニアトーマス・ジョーン・ワトソン・ジュニアは、インターナショナルビジネスマシーンズ社の二代目社長であり、初代社長、トーマス・ジョーン・ワトソン・シニアの長男である。第二次世界大戦前においては、主たるビジネスが、パンチカード機やタイムレコーダーの開発及びセールスであった同社を、巨額の先行投資を営断することにより、当時は、黎明期にあったコンピュータ産業の巨人へと、 成長させた。同時に、他のコンピュータ会社が、リース業に参入した際には回収予定時期に、ペーパーコンピュータをして、相手の資金回収を妨害して、敵を叩く戦略を取るなど、マーケットにおいては、悪辣とも言える手腕を発揮している。オハイオ州デートンで、父はとンシニアと、母、ジャネット・キトリッジとの間に生まれた。兄弟にジェーンとヘレンの二人の妹と、 その下に弟のアーサーがいる。少年時代はいたずら好きの劣等生であり、地元の警察署に連れて行かれたこともある。躍進中の同社の社長として強大な権力と華やかな世俗的成功を手にしつつあった父親への反抗心から後継者になるのを嫌をする発言もした。プリンストン大学への入学を試みるが、学生部長から合格は、 難しそうだと言われ断念。ブラウン大学に入学。大学時代は友人たちと飲酒して、騒いだり、飛行機の操縦に夢中になったりで、成績は振るわなかったが、試験前には、懸命に勉強し、なんとか卒業にこぎつける。将来像が明確でないまま、あまり気乗りしない状態で同社への就職を決めた。IBM セールススクールでの研修を経て、 営業活動を開始したものの、社長である父親に対する社内での過剰な個人崇拝や、自身も社長の息子として特別視されることを次第に苦痛に感じるようになる。やがて、飛行機乗りたさから第二次世界大戦にアメリカ合衆国が参戦するのに便乗して、陸軍パイロットとしての訓練に生活をシフトさせていく。 1941年に、オリーブコーリーと結婚する。やがて第一航空隊に配属され、そこで、生涯の死と仰ぐフォレット・ブラッドリー少将に出会い、彼の副官となる。ブラッドリーの下で、アメリカの軍用機をアラスカ及びシベリア経由で、ソビエト連邦まで送り届ける、作戦等に携わる。 その中で、ブラッドレイに気に入られることだけに熱中し、自分の部下ちからそう、スカンを送るという苦い経験をしたが、その後に、彼らの心をつかむことに成功する。戦争が終結しようとする時期に、自分の次の進路について悩むも、ブラッドリーの勘ことに自信を得て、IBM に戻ることを決意する。戦争が終わり、コンピュータに関する新聞記事や、 学術会議が賑わうようになる。とはいえ、ペンシルベニア大学のエニアックを見学した時に、巨大かつ高価で、しかも信頼性の低いこの装置が、いずれオフィス機器になるとは思えなかったと述解している。IBM もいくつかの原始的な電子計算機を発表したが、それらは、パンチカード機にとって変わるものではなく、同社の技術力を世間にアピールする、 デモンストレーション機としての意味合いが強かった。しかしその後、エニアックの開発者であるジョンプレスパー・エッカートとジョン・モークリーが自分たちの会社を設立し、商用コンピュータユニバックの開発を本格的に開始した頃から状況が一変、パンチマシーンの返品で在庫が山席、IBM の経営陣は危機感を募らせる。例えば、 1980年代のノットリアであるソール・スタインバーグはペンシルベニア大学の卒業論文に IBM の衰退についてテーマにするように指導された IBM は朝鮮戦争を契機に軍に納入するためのコンピュータ開発に拒否を投じる。中でも自身が設立した IBM フェデラルシステムが受注した半自動式防空管制組織は IBM のコンピュータ業界支配の要因になったとされ、史上最大のコンピュータと呼ばれている。1952年の社長就任、1956年の CEO 就任及び同年の父はトソンシニアの死去に伴い、全面的に経営の指揮を取り始める。1960年代には社運をかけた汎用コンピュータ、システム、 360の開発に着手し、成功させる。1970年の心臓発作を契機に、体力的な限界を感じ、1971年に引退。1977年に、ジミー・カーター大統領の要請を受け、軍縮諮問委員会 GAC の委員長に就任する。さらに1979年、 戦時中のソ連へのレンドリース作戦で培われたロシア語の知識を買われ、中祖大使としてモスクワに着任12月24日にソ連によるアフガニスタン侵攻が開始され対応に追われる。しかしながらアンドレーグロ・ムイコ外務大臣との会談も不調に終わり、1980年の大統領選挙でのロナルド・レーガンの勝利に伴い失意のうちに帰国する。 1988年、アメリカ哲学協会より、ベンジャミン・フランクリンメダル受賞。1993年に79歳で死去。オーバービュー。サージュ、ザ・ファースト、コンピュータライズド・ナ・ティ・オ、e ・ナ・ア、e ・ライ・デ・フ、e ・エン・セ、e ・ネ・ト・ウォ e n リ・フ・エン・セ・ネ・ト・ウォー・ o キ・リトリーブド2013年5月8日。ザ・アン、FSQ-7。 was developed, built and maintained by IBM, in June 1956.IBM, delivered the prototype of the computer to be used in SARGE. かつて建造された中で、史上最大のコンピューター、SARGE とはありがとうございます。